まず、ことの始めは健康診断に引っかかってセンターに引っ張られたところからなんです。しかし、指導に従っているうちに、長年悪かった腹の調子がみるみる良くなっていったのです。これまで過敏性大腸炎とされ、地元の医者に見当違いの薬を売りつけられてきたのですが、全く効果はありませんでした。今回診断表にあるように、私のチェックは HbA1c 過去 1,2 ヶ月の血糖値の平均、つまり糖の代謝が悪いというものです。6.9 では高すぎるのです。中性脂肪やコレステロールは全く異常ありません。これを改善すべく、まずは食べていけないものを選びました。食べたらいけないもの、チョコレート、おしるこ、ケーキ、その他等の入っているもの。いきなりハードル高そうでしょう。でもね、これだけなんですよ。何も食べる量まで制限してません。肉や魚、思いっきり食べてます。サラダのドレッシングはマヨネーズに変えましょう。これ意外ですね。そんなに無理はないと思うのですが、今までを思い返すと、だいたい毎日このようなストロー付きドリンク、製品の悪口言うわけいかないのでぼかしてますが、だいたい日に3本はいただいてました。それと、お腹のためにビフィズス菌とか乳酸菌を取るために、ヨーグルトや乳酸菌飲料を複数、加えて通勤時に和菓子、どら焼きとか大福なんて言ってました。これら省くと、それだけでほとんど糖分取ってないじゃないですか。それと、ここが重要。食事中、必ずこの体すこやか茶ダブルを飲みます。このお茶には特殊な成分、難消化性デキストリンというものが入っています。これが糖の吸収を抑えてくれるのです。一食にどれだけ飲んだらいいか、ペットボトルの横にメモリが入ってます。この効果は一月ほどで現れました。常にトイレの場所を把握して暮らさなくて済むようになりました。本当に普通の暮らしが戻ってきたんです。副産物としてウエストサイズの縮みと体重の変化がありますが、こちらはもっとはっきりしてから続編として伝えていこうと思います。ではご覧いただきありがとうございます。お腹調子悪い同志様たちの、健康を祈ってですね、この体健やか茶ダブルで、乾杯。あ、やばい、飲めないこれ。ちなみにコカ・コーラ様からお金はいただいておりません。ご多幸お祈りしてます。ポッカマイナクラー。